シカンダルは、北インド、カシミール・スルターン・アサの君主。その知性、ヒンドゥー教に対する弾圧を加え、ヒンドゥーの寺院や偶像を破壊したため、偶像破壊者と呼ばれた。シカンダルの徘徊したとされる寺院1389年、シカンダルは、フオクトゥブッディーンの死により、即位した。彼は、王朝の創始者、シャーミールの孫にあたる。この時代は、 ムスリムの聖者や亡命者が中央アジアからカシミール地方に流入し、社会が大きく変容していた時代でもあった。これは中央アジアにティムール朝が成立したことが大きかった。また、ヒンドゥー教とイスラーム教のいくつかの特徴を結びつけた、利子と呼ばれるスーフィー聖者が交流していた。一部は聖者らの不況によって、また一部は仮想民が力によって、 イスラームによって回収した。シカンダルはイスラーム教の熱烈な信者であったため、この流れをさらに加速させた。伝承の多くは、これをグブラウィ教団のサイードアリー・ハマダーニーの影響に帰結している。1393年にカシミールにやってきたミール、ムハンマド・ハマダーニーも大きな影響を与えた。シカンダルはバラモンに激しい迫害を加え、彼は ヒンドゥー教徒にムスリムになるかカシュミールを出ていくかの二つに一つの厳しい選択を迫った。ヒンドゥー教徒の寺院は破壊され、金銀の偶像は溶かされて通過にされた。ヒンドゥー教徒は回収するかカシュミールから逃げるか、あるいは両方を拒んで殺される者が続出した。これらの命令は王国の大臣でヒンドゥー教から イスラーム教に改修したスー肌の提案によるものであったという。これら一連の行動により、14世紀末にカシュミール地方のイスラーム化が大きく進行した。とはいえ、一連の行動は、必ずしも在来の進行を排除するためのものでなく、共存、あるいは融合する動きも含んでいたとする説もある。政権の運営には、ヒンドゥー教徒も多く参加しており、 王族とヒンドゥー教徒との通婚もしばしば行われた。シカンダルは偶像破壊者の称号を帯びているが、それはムスリム王朝成立から半年経ってもまだヒンドゥー教の信仰が盛んであったことを示していると考えることもできる。また、シカンダルは学者を手厚く保護し、西アジアから多くの学者がこの地へと移った。シカンダルの死後、その年長の息子、 アリーシャーが王となった。だが、1420年に彼は、メッカイと巡礼に行き、その弟ザイヌル・アービディーンが王位を継承した。ありがとうございます。